だってお邪魔虫食えたっと。悪いけど俺一回振られたぐらいじゃ全然めげないからな。じゃん、このダーツみたいに何度だって君のハートに俺の愛の矢を突き刺しちゃうよ。いくよ、それほら刺さった。君今ドキドキしちゃったんじゃない？君のハートにもちゃんと刺さっちゃったんじゃないの？ねえこのまま俺といいとこ泊まっていいことしない？分かってるくせに。当たり前でしょ、退屈なんてさせないから。ゴールデンウィーク暇なんでしょ、だったらゴールデンウィーク中ずっといいことしない？ね？怖いの？まあ最初は怖いかもね。でも徐々に快楽に変わっていくからさ。ならビリヤードで勝負決めようか。俺が勝ったらいいことする、負けたら君を健全にうちへ送る。それでいい？いいって言われちゃったけど困ったな。いいの？俺ビリヤードで負けるってことないよ。なにこれ。碇くん。こんばんは、西野くん。どういうこと？この電車は間もなく発車します。さすがの俺も驚いたね。ほんと、まさかダーツバーに電車が到着するなんて。数ある D3 パブリッシャーの朗読劇の中でも本当に前代未聞だな。まあ、ストラバですから。ありってことにしてください。はい、碇くんと D3 さんに負けたよ。ほら、碇くんと一緒に電車に乗っておいで。ご乗車ありがとうございます。この電車は三代くん発碇みおゆきです。はい、発車します。どなた様お気をつけください。ご注意ください。なんか今完全に遅れたよね。でも明日は逃がさないよ。あいにく僕のゴールデンウィークの予定は全部埋まっているんです。ゴールデンウィークは毎日始発から最終電車まで乗り続けて、つり革に宿っているケセランを探す旅に出ますので。あなたも僕とケセランとつり革の終わりなき旅に随行してくれるのですか？随行してくれるのですか？ありがとうございます。死んでもいいって思えちゃうくらいのときめきをもらいました。僕はケセランパセランが好きです。でもあなたの方がもっと好きです。いや、愛しています。だから今度は僕があなたにときめきを差し上げます。あなたの携帯鳴ってますよ。